ジャパンサーチで尋ねる尾形光琳。元禄上方文化を牽引した琳派の大成者尾形光琳の生涯と作品をジャパンサーチで尋ねてみましょう。尾形光琳は江戸時代中期の画家、工芸家です。満治元年1658年に京都の呉服商狩金屋を営む尾形宗建の次男として生まれました。光琳は30歳の時、父の死に伴い多額の遺産を得るも放蕩三昧の生活を送り困窮。画家生活を始めたのは40歳の頃です。絵は父から手ほどきを受けたほか、山本祖建から狩野派の画法を学んだと言われています。一方で俵屋宗達や本阿弥光悦の影響を受けて独自の画風を開拓し、琳派様式を確立しました。琳派は大和絵の伝統を基盤として高い装飾性を持つ作品を多数生み出しました。絵画のみならず書や工芸までを包括し、家系ではなく私塾による断続的継承でその技が受け継がれました。光琳は44歳で当時医師や絵師などに与えられた称号である北京の位を得ると、59歳で亡くなるまで精力的に作品を制作しました。それでは代表的な作品をいくつか見てみましょう。八橋蒔絵、螺鈿硯箱。光琳が好んで主題とした伊勢物語第9弾、三河の国八橋の情景を描いた硯箱です。上が硯箱、下が漁師箱の二段重ねの構造になっています。柿つばたの葉や茎の部分は漆で描いた後、乾かないうちに金粉を巻きつける金蒔絵で表し、花の部分は貝殻の内側を平らに加工してはめ込む螺鈿という技法を用いています。風神雷神図屏風。京都の建仁寺が所蔵する俵屋宗達の屏風を模写した作品です。宗達と光琳の絵の違いはいくつかありますが、宗達の作品で下界を見下ろしていた雷神の視線は、光琳の作品では風神をまっすぐ見るように変えられています。風神と雷神を一体として捉え、調和性を重視して描いているのが光琳の特徴でしょう。小袖、白綾地秋草模様。この小袖は光琳が江戸に出て最初に寄宿した深川の材木商冬木家の奥方のために制作されたと伝えられています。当時裕福な商家の女性たちの間で有名画家に描かせた柿絵の小袖が流行していました。桔梗や菊、萩といった秋草が巧みに配され、呉服商出身の光琳のセンスを感じさせます。いかがでしたか？数々の名品を生み出した尾形光琳が画家生活を始めたのは意外と遅かったのが驚きでしたね。ジャパンサーチでは尾形光琳のさまざまな関連コンテンツを閲覧することができます。ぜひ概要欄からアクセスしてみてください。次回もお楽しみに。こちらの動画はジャパンサーチのギャラリー尾形光琳をもとに作成しています。このチャンネルではジャパンサーチの機能やジャパンサーチを通して利用できる多様なコンテンツをベースに動画を配信しています。ジャパンサーチは本、絵画、工芸品、考古資料、標本、公文書、放送番組など様々な分野のデジタルアーカイブをまとめて検索、閲覧、活用できるプラットフォームです。創作活動、ビジネス、教育、研究など様々な場面でご活用ください。